おばんです。学校です。今夜はこちら、レターウォーズの新着記事について見ていきたいと思います。先日1月9日にはこちらのジュニア NFT、 新しいタイプの NFT という記事が発表されました。そして1月の11日には新しいアップデートということで高速モード、ファストモードというものが発表されました。まあ簡単に言うんであれば、このファストモードっていうのは無課金モード、そしてジュニア NFT っていうのは微課金モードみたいな感じとなっております。今まではマーケットプレイスで NFT を買って、それでゲームを始めるみたいな感じだったんですけれども、これからはね、この微課金モードであったり、無課金モードとしても遊ぶことができますので、それぞれのモードはどんな人におすすめか、個人的な見解も含めながら、この記事の方を見ていきたいと思います。ちなみにこちらのそれぞれのアップデートについては、1月19日から適用されるらしいです。ジュニア NFT、 まずねこのイラストかわいいですよね。そしてこんにちは司令官、レターウォーズの新しい NFT タイプの一つであるジュニアを紹介します。ジュニアはレターウォーズをより身近にプレイできる新しい NFT です。ここでは 2NFT、 ジュニアとヒーローの違いを確認し、ジュニア NFT でレターウォーズをプレイする方法を確認します。まあ、ジュニアっていうのが今回追加される NFT で、このヒーローっていうのが今までの NFT みたいな感じとなっております。新しいタイプの NFT、ジュニアとは、うわ、絵柄もマジで可愛いね。幼い。ジュニアはヒーロー NFT のすべてを10分の1に減らす新しい NFT タイプです。NFT の生来の能力、ステータスとスキルはジュニアとヒーローと同じですが、ジュニアの実際のパワーはヒーローの10分の1です。今までレターウォーズの欠点といえば参入障壁高いよっていう声結構あったんですけれども、こちらのジュニア NFT はミントするために必要な BUSD はヒーロー NFT のわずか10分の1。これだと結構やりやすくなりますね。そしてこちらジュニア NFT にできることとなっていまして、ジュニアと今までのヒーローの比較表となっております。まあ、基本的にはできることっていうのは同じなんですけれども、違うことって言えばここかな、ここバッチついております。これっていうのはレター戦争、戦いに参加することはできないってことですね。物資を供給したり生産することっていうのはできるんですけれども、戦いだけができない。そしてこちらに価格書いてありますね。1月時点での予定としては 26.8BUSD ということなので、だいたい多分3500円ぐらいかな。そしてこれがおもろいなって思ったとこなんですけれども、こちらのジュニア NFT っていうのはどうやら成長するらしい。ジュニアの最大の特徴は NFT の成長型であるということ。あなたがレターウォーズのルールを学び実装している間、ジュニアはあなたのゲームプレイに応じて経験を積み成長します。努力の末、ついにジュニアがヒーロー NFT に昇格することを見るでしょう。だからこのジュニア NFT をね、最初10分の1の値段で買ってプレイしてね、いろいろやっていくと、これヒーロー NFT、 通常の NFT になるということ。これはなかなかおもろい試みだなと思いました。まあその成長するために必要なこととしましては、これ10個のステップアップが必要になります。まあ、10個ね、何をするんだと言いますと、もう簡単に言えばね、経験値ですよ。経験値を得て、このソウルって言ってね、まあマーケットプレイスで売っている物資みたいなのを買ってレベルアップって言いますか、ステップアップしていくみたいな感じとなっております。そしてこれがね、晴れて10になった時に、これヒーローに昇格って言って、まあ、このジュニアをプロモーションすることができます。でここなかなかちょっとおもろいなと思ったのが、これステップだから、さっき見たステップを10までしなくてもジュニアがね、そのヒーローに昇格するチャレンジっていうのができるらしい。例えばステップ1、何も成長させないでその昇格チャレンジみたいなのをした時に 1% の確率ではね、一応ヒーロー NFT になることができるらしい。天才型ですね。でも逆にちょっと堅実にね、コツコツやっていきたいよっていう人は、こうレベルアップっていうかステップアップを踏んでって、10になればそのプロモーション、普通の NFT になる時は 100% で成功するらしい。ここに説明がありますね。プロモーション成功率、ジュニアがヒーローになる唯一の方法は昇進であり、彼が合格するとジュニアは最終的に真のヒーロー NFT になります。もちろん後輩がいつ昇進するかはあなたが決めることができます。これは後輩の歩数によって、ステップによって昇進の成功確率が左右されるためです。
ステップ10まで成長した後輩は 100% の確率で昇級を通過することはできますが、後輩の中には低確率で近道を見つけてしまう人もいますということで、結構このシステムおもろいですね。まあそれだったらね、このジュニア1ステップ1の状態で100回繰り返せばいいんじゃねえかって思うかもしれませんが、一応ね、昇進するためにはそのアイテムっていうのも必要になってきますので、まあ、近道を取るか堅実に行くか、そこは戦略次第となるでしょう。ということで、とりあえずジュニア NFT について見てきたんですけれども、こちらのモードに関しては、まあ、このレターボーズがどんなゲームか気になっていた人向けですかね。まあ、参入障壁もだいぶ低いですし、まあ、少し遊んでみて楽しかったらこれちょっとさらに追加投資していきたいなみたいな、とりあえず様子見しながら参入したい人向けみたいな感じとなっていますね。そして2つ目はこちらの高速モードですね。ファストモード、ファストモードはレターボーズに追加される2番目のミニゲームです。ファストモードの重要な機能はレターボーズで体験できるほとんどのゲーム要素を短時間で圧縮できることです。リソースはものすごい速度で集まり、建物は非常に速くアップグレードされます。重要なことはレッターウォーズの戦いは毎時間発生します。つまりレッターの達人になるために必要な全てを短時間で体験できるということです。そしてこの高速モード、ファストモードの特徴としてはこちらですね。無料なんですよ。ゲームの開始にはプレイヤーに20人の新しいヒーローが与えられて、このヒーローたちをね、用いてこの高速モードを戦い抜くみたいな、そんな感じとなっています。通常のレターボーズっていうのは1シーズンが7日なんですけれども、このファストモードに関してはわずか7時間に短縮されて終わってしまう。私このファストモードに関しては実際にちょっとアルファバージョンって言いますか、テストバージョンを触らせてもらったんですけれども、まあ結構忙しいね。正直なところレターボーズってその1日数回ポチポチしながら、まあ戦略立てたりとか、まあこういう風にしていこうっていうのが、まあ、魅力の一つである、楽さが魅力の一つであるところなんですけれども、このねファストモードはね、そうそう忙しいよ。1時間に1回開かないといけないし、なんならそのリソースって言ってトウモロコシとかね、木材とかを供給したり回収したりしないといけないので、まあまあ忙しかったね。まあ忙しいっちゃ忙しいんだけど、ちゃんとね無料でもご褒美があるということで、ご褒美こちらとなっております。結構豪華なんですよね。これ1位にはヒーロードールが100個だったりとか、まあ、これジュニアのヒーロードールが1000個だから、これ通常の NFT1 個分、そしてこれだったらジュニア NFT10 個分ってことになりますので、まあそこそこ価値あるんじゃないかな。こちらの報酬については1月19日のオープンベータ版初戦でもらえる報酬です。ファストモードの報酬は柔軟で、このエキサイティングな大会に参加するプレイヤーが増えるほど報酬も大きくなるそうです。この記事を読んで私が感じたことは、このファストモード向いている人っていうのは、まあやはり完全無課金で遊んでみたいっていう人ですね。完全無課金で楽しんで、なおかつワンチャン NFT もらえたらいいなみたいな、でその NFT でさらにちょっとずつ稼いでいきたいみたいな人向けとなっております。ただ一つ思ったのは、これ今までレターウォーズをやっていた人も、まあ、こうしたらどうなんだろうみたいな、いろんな体験っていうか試しはできるのかなと思います。どうせ無料でもらえるヒーローだし、時間がめっちゃ早くなるんだったら、今までね自分のヒーローでできなかったことっていうのができるのかなと思いました。ここまでジュニア NFT とファストモードについて見てきました。それぞれね、美課金用であったり無課金用だったんですけれども、仮に私がね今から参入するんだったらって話になるんですけれども、正直ねこの2つというよりは本編のヒーロー買うね。まあこれを言っちゃ元も子もないんだけど、だってこれさ10分の1のパワーで3500円なんでしょ。だったらさ、ここにはなんか3万5000円ってついてますけど、こちらが1月15日現在のレターボーズ公式マーケットプレイスとなっております。この値段見てくださいよ。まあね、これ300レターとかで売り始めてるわけなんですよ。でこれ1レターどのぐらいだと言いますと、約25円、だから7500円あれば普通の通常ヒーローが買えちゃうわけなんですよね。
3500円で10分の1のパワーよりだったら7500円出して 100% のパワー持ってる方がいいんじゃねって思っちゃいますね。まあこんなこと言ったらね、せっかく新しいアップデートを考えてくれた運営さんに怒られちゃうかもしれないんですけど、しっかり稼いでいきたいとかって考えるんだったら、もう少しね投資してこちらのマーケットプレイスのヒーロー買った方がいいんじゃないかなと思ってますね。でなおかつおすすめするんだったら、最初はこの農夫さん、食料を生み出すことができるね農夫を買って、まあコツコツのね自分の領地でトウモロコシを生産して、自分で自給自足ご飯も食べさせて、余った食材をマーケットプレイスで売っていくみたいな、そういう立ち回りが一番いいんじゃないかなと思っちゃいますね。まあただそこに関してはそれぞれねお財布事情違うと思いますので、無課金モードで NFT をゲットするチャンスを得てもいいですし、どんな感じか確かめようかって言ってジュニアモードで遊んでもいいですし、いやいやどうせもうちょっと出せばちゃんとしたヒーロー買えんだったらもうこっちで買っちゃえっていう人もいるでしょう。人それぞれ戦略違うと思いますので、私の意見は一つの参考程度にして聞いていただけたら嬉しいです。最後になりますけれども、こちらがねレターウォーズで稼いだ時の GRT トークン、稼ぐトークンになるんですけれども、1ヶ月前12月の1日がここですね。で現在1月の15日ということで、まあある程度ね安定もしてきてるのかなと思っております。毎月いろいろと楽しいアップデートもありますので、私は今後もレターウォーズ楽しんでやっていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。